昨日から名古屋市内で猿の目撃情報が相次いでいて、キャッチのカメラでもはっきりとその姿を捉えました。この猿、今日は港区や中川区のあたりに出没しているようです。あ、いました。今、猿が塀の上を歩いていきます。今猿が道路を渡っていきます。悠々と道路を渡り、駐車場のフェンスの上で辺りを見回す猿。屋根から屋根に飛び移り、ベランダから地上に降りたと思ったら、また別の民家の屋根に登っていきます。昨日、名古屋市内では猿の目撃情報が相次ぎました。最初の目撃情報は守山区、そこから東区、中区と南に移動し、日が暮れる頃には港区に。同じ個体とみられる猿は今日も名古屋市内を移動しています。警察によりますと、午前7時ごろ、港区内の公園からの通報を皮切りに徐々に北上し、午後3時時点では中川区で目撃されています。警察は猿を見かけたら目を合わさず、その場から離れるよう呼びかけています。では先ほど猿の目撃情報があった名古屋市中川区から中継です。内田さん。はい、こちら名古屋市中川区の愛知町にあります住宅街です。この辺り戸建てのお家が多くて、家々自体が密集しています。昨日から名古屋市内で様々に見つけられました猿ですけれども、同じ個体、おそらく同じ個体と思われるものがこちらの住宅街にも迷い込んできました。先ほど30分ほど前にこの辺り悠々自適に歩いていって、いろんな塀なども越えて大きな幹線道路も渡って迷い込んでいる感じですね。で、私たち報道陣を見かけても威嚇するということはなく、もうマイペースに歩いているんです。こちらのご自宅、許可を得ましたので中に入らせていただきます。お邪魔します。先ほどこの辺りもですね、猿が迷い込んで、はい、この横を通って塀を、そちらの塀を越えていったんですけれども、警察車両がいっぱい走ってますけれども、その辺はご覧になりました、気づきました？パトカーが走ったりね、オートバイ乗ったり、警察官があっちゃこっちゃ走り回ってるんで、おることは多いんだね、これ。そうですね、先ほどですね、30分ほど前にこのすぐ横を、はい、そちらのお庭の方も通り抜けて、抜けていったんですよ。このようにですね、近隣の方々も何があったんだろうということで出てこられて、ではい、ちょうど小学生が下校時間ということで、先生の引率で歩いているんですけれども、猿と子どもたちが出くわさないように先生方も注意深く見守っていました。はい、今ですね、猿はどのあたりに迷い込んでいるのか全くわからない状況なんですけれども、警察ですとか、あと近隣の方々も心配そうに見ています。私たちも先ほどから探していますけれども、思いのほか猿が行動範囲が広いんですね。動きも早いので全くどこに行ったのか今のところわからない状況です。もし万が一猿と出会ってしまっても、目を合わせないようにゆっくりと離れるようにしてください。こちらからは以上です。今本当に見守るしかない状況なんですね。警察の方も動きをこう注意しているようなんですけども、捕獲するとかっていうことではなくて、はい、とにかく自然に山に帰ってくれるのを待つしかないようです。皆さん、見かけても目を合わさず近づかないようにしてください。